新型コロナウイルス感染者の発生届の対象が、今日から全国一律で見直されることを受けて、兵庫県は届け出の対象外となる患者を支援するため、陽性者登録支援センターを開設しました。新型コロナの発生届の対象が、今日から65歳以上の高齢者など、重症化リスクの高い人に限定されることを受けて、兵庫県は？ 対象外となる低リスク患者に必要な支援を行う陽性者登録支援センターを開設しましたセンターではスタッフが50人体制で対応に当たり登録した患者は宿泊療養の調整やパルスオキシメーターの貸し出し調整など個別の支援を受けることができます全数把握の見直しで患者のおよそ8割が届け出の対象外となり 保健所などの負担軽減が期待されます県はセンターで登録した情報を保健所と共有し患者の症状が悪化した場合もすぐに対応できるようにするとしています個別の情報がないとやはり行政としての支援が直ちにです、ね、迅速に行えないというような懸念がございますのでそれを解消するためにということでの立ち上げでございます ウェブの環境のない方には、電話でもです、ね、問い合わせしていただいて、登録できる制度になっておりますので、積極的にご活用いただければと思いきょうから始まった全数把握の簡略化について、斉藤知事はリスクの高い方々に重点を置いたコロナの医療提供体制というものにシフトしていきます経済をしっかり回していきながら、コロナと共存していくと。 いう形になりますのでまそれに向けての第一歩が今日からスタートしたのかなとは思ってます一方、神戸市の自宅療養フォローアップセンターでも届け出対象外の患者を支援するためセンター内に陽性者登録フォームを開設しました医療機関で陽性と判断された軽症の患者がインターネット上の専用フォームに住所や発症日などを入力すると必要に応じて 保健所や医療機関につなげてくれるほか。体調が悪化した場合は、センターが入院調整などを行うということです。軽症の方につきまして、あの発生等が出なくなるんですけれども。もぜひ、あの陽性者登録ホームの方に入力をお願いしたいと思います。まあ、そうすることで、もし体調等を急変したときに、こちら保健所の方で、あの迅速に対応することができるようになります。 センターは現在、90人体制で電話相談を受け付けていてしばらくは大幅な縮小をせずに対応にあたるとしています。 今日からおよそ8割が発生届の対象外となりますこれまでと変わらないのは65歳以上の高齢者の方などリスクの高い人ですね発生届は保健所に提出されて健康観察が行われますで一方でリスクの低い方こちらに関しては医療機関や保健所のですね、えー、負担が軽減されることが期待されるんですけどそれは発生届の提出や健康観察をなくすからなんですねでは これ何も支援がないのかといいますとそ,のそうではなくてその受け皿となるのが陽性者登録支援センターというもので、えー、ここに希望者はです、ね、スマートフォンから登録して体調の相談であったり例えば物資の配布宿泊療養施設の調整を受けることができます。またこれまで行われていたこのような自主療養登録センターこれもです、ねえー、継続して兵庫県独自の制度も続けていくということです。 松子さんこれ医療機関の保健所の負担がこれで減っていくと見られます、ね、そうですね、まあ、そのためには全数把握の見直しというのはまあやむを得ないかなと思うんですが、はい、あの先ほどありましたように、やっぱりあの軽症の方でも急にやっぱり変、うん、あの急変することがありますので、そのケアはしっかりとやっぱりしてほしいなというふうに思いますね、はい、重症化リスクのある方に絞って、しっかりと見ていくというところですね、はいはい、で低リスクの方もそのサポートしていくということですね。